株式会社梅鉢 TMC の小澤です。この度 YouTube チャンネルを開設しました。会社の取り組みは竹やぶの整理、竹やぶから竹林へ、荒れてる状態から綺麗な状態に竹やぶを綺麗にしていく授業をしております。今までずっと外に出て仕事をするってことなかったんですけど、去年の9月16日に会社を設立しまして、竹やぶの整理っていうところを、メインにして授業をしております。で、竹やぶの整理って結構依頼されると、一緒にあの木も切ってくれとか、ここの地面も全部綺麗にしてほしいとかってあるんですけれども、一応基本的には間引きをして、傘を差して通れる程度の感覚で間引きをしていってます。竹やぶ整理をするにあたって、今までの竹の処理の仕方なんですけれども、個人でやられてる方とかっていうのは、粉砕機を使ってチップにするっていうところもあったり、自分家の敷地で切った竹の枝だったり竹だったりっていうのを燃やすっていう形で、いろいろな処理の仕方もあると思うんですけれども、処理をするにあたって、今ですと、燃やすのには消防署に申請をしたりとか、いろいろ燃やすっていうのは今の時代だとちょっと難しいところがあるのかなって。で、我が社の場合は粉砕機を使ってチップに変えている。再利用したいなっていう思いがすごい強くて、チップに変えた後にそのチップで畑の中に混ぜて使いたいっていう方だったり、木でできているチップのウッドチップっていうのも雑草対策って言われてるものとかがあって、庭の地面に直接しているっていうところとかもあるんですけれども、あの竹にも同じだけの力があって、10センチ以上敷いたら雑草を抜くっていう手間とかは省けるのかなって思います。でも本当に心配な方とかは、その地面とチップの間に黒いあるものの防草シートを貼って、その上にチップを敷くっていう方もいらっしゃいます。なので、住宅がいいとかで新しくお家を建てるとか、建ててからちょっと時間が経った方とかで、おしゃれな感じでちょっと和風な感じで竹のチップをお庭に敷きたいっていう方だったりが使用されたりしています。我が社の従業員はできて半年くらいしか経っていないので、そんなに人数はいないですし、これからもそんなにすごい増やしていくつもりはなくて、どこかで働いている方が副業として働いていただいても全然構わないくらいのスタンスで起業していて、従業員っていう従業員のうちで専属で働いている人は1人、応援みたいな形で手伝ってくれている方が、5名いらっしゃって、で、役員が自分含めて2人と役員同等の業務をしてもらってるんですけれども、正式には役員っていう形ではない、本当に手伝ってくれている方が1名いらっしゃって、だいたい全員が集まることはないんです。7、8名くらいやっています。で、この動画に関しては、これから竹やぶ整理の仕方、どんな風に竹を間引いていくのかとか、細かい部分を掘り下げて、これから動画で竹の切り方だったり、切る道具のことだったり、あとは竹の年齢の見分け方だったり、年齢もそうですけど、どういう竹切ったらいいのかっていうところだったりっていうのを動画にまとめていければなと。で、結構、編集してくれてる男の子だったり、取締役をやってくれてる女性だったり、YouTube ばっかり見てる2人組が仲間にいるので、そういった方々の紹介もしていけたら、時々おちゃらけた感じな YouTube も上げれたらなってちょっと思ってます。ですので、竹にちょっとでも興味があるなとか、家をリフォーム、お庭のリノベーションとかって、ちょっとしてみたいなとかって思ってる方だったり、竹チップじゃなくても竹炭のことだったり、竹細工に使う篠竹だったり今竹だったりっていうのを欲しいっていう方とかにもちょっと提供したりとかもしてるので、興味がある方がもしいらっしゃいましたら、これからちょこちょこアップしていきますので、チャンネル登録してくれとは言いませんので、
気になった時に検索していただいて見ていただければ、こんな変な書き方した自分と面白おかしい編集長だったり取締役だったり従業員だったりいるんで、見ていただければなと思います。よろしくお願いします。